はい、どうも梅田です。今回はまたディオミスさんとコラボということで第4弾ですね。はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、前回はちょっとマレウスでボコボコにされてしまったのでジェダイルークの対決、同じような、はい、自分がジェダイルーク1プレイで、はい、ディオミスさんでガストン2プレイというところでやっていきたいなと思います。はい、頑張ります、はい、頑張ります、頑張ります。ちょっとね、どうしようかなと。前回確かあれですよね、タイムも入れてやってましたね、はい、そうですね、やりました、ね、自分、まあ 5-4 のみで頑張ります。ジェダイルーク5-4のみでちょっと頑張ってみます。またボコされるかもしれないけど私たちは、はいはい、タイムいいんですか。あ、いいですよ。お、やったじゃあ1プレイ、タイムプレイを、はい、やっていきましょう。はい、じゃあ準備はいいですか。はい、大丈夫です。大丈夫です。ちょっとまた集中しないと。じゃあじゃあじゃあ、あの、はい、作戦で、作戦ではい、じゃあ行きましょう。はい、はい、スタートでお願いします。はい、スタート。うん、よし、指の滑りはよくしているので、もう集中っすね、これは。あ、やばい、すごい。私持ってないんで、私は絶対に当てない。3が2つで、ちょっとね、やばそうですね。大丈夫かな大丈夫かな。すごい、なんか消去数がやばいですね。おちょっとやる前に練習しとけばよかったかな。ジェダイの先生や、そうや、ジェダイの先生、自分が教えてたのに自分ができてないかもしれない。いや、こんなことない。頑張る。さあ、おしゃべりおしゃべり、超絶やばいです。集中します。未来1万とかですか。マレウスの時1万枚しか稼げなかったんで。ジェダイは何万ぐらい稼ぐんですか。ジェダイルークは本当にうまくいけば2万枚とかいけるんですけど。お、じゃあやばい、じゃあやばい、11時もないや、うん、8000ぐらい、うん、1000もいけるかも。やばいかもしれない、頑張ろう。ただ村があるんで。ああ、順調ですか。ミスってないですか。いや、ミスってはないです。順調かはまだちょっと、さっきと同じぐらいかな。ちょっとミスった方がいいかもしれないですけど。悪魔のささやきが、悪魔のささやきが、お、もう絶対次は負けないように初級するよ。絶対負けないようにしないといけない、このまま。今回のこのガストン対決のために結構ガストン練習しました。お、いや自分もライブで一応練習はしたんですけど、はい、全然練習になってなかったみたいですね。もう最近ね、うん、拝見してる、拝見してる。ちなみに結構今調子いいですね。あ、やばい、でも私も今回結構調子良かった。これでガストン、ガストンどれくらい、あ、もう終わりました。終わりました、1回目。これはちょっとさっき、はい、前回の方、うん、マレース対決の時よりは、はい、いいポイント稼げました。お、よっしゃ、8000超えました。じゃあ9000超えました。あ、9000はいかなかった。僕今37秒で9000ぐらいです。やばいやばい。言ってたっけ、さっき1回目は。私の今のコイン、はい、あ、言いますか。はい、は8847枚。おお、いいですね。で、今37枚で9000やから、うん、だからリオナが次1万やばいやばい。
体力任せる。いやでも本当にすごい失速するんで大丈夫ですよ。もうどんどん始めちゃっていいですよ。じゃあ次。今ちなみに今30秒で満枚ぐらいです。やばいやばい、頑張って。じゃあ行きます。ただ本当に失速するんで、ユーザーも集中しない。集中しない。ちょっとみっちゃんはちょっとおしゃべり、うん、そうだな。あ、でもあの、はい、あれですね、あの前回、はい、コラボしていただいた時はあの、はい、コラボ撮影のこう、はい、ちょっと前からキャプテンナイトイヤーの配信をされてて、あ、はい、これはちょっとキャプテンナイトイヤーの練習なのかなって、あの勝手に私が思ってただけなんですけど、はい、やっぱそうだったんですか。全然違いますよ。単純にキャプテンナイトイヤーが強すぎて、なるほど、もう普段で使うようになっちゃっただけですね。あ、なるほど。もうガストンより使ってますね。え、すごい。でも、そう、ガストンも稼げるんですよ。ガストン、ジェダイ、キャプテンナイトイヤーが、はい、じゃあもう、ポイント稼ぎ3台って感じです、今は。いや、本当に効率だけ求めると、もっと強いのはありますね。ジェダイは、トップ3には入らないですね。入らないんだ。やっぱり、ミキエルが強いですね。ああ、ミキエル。ミキエル・リオナがやってるみたいな、うん、結構。へぇ、そういうところまで、まあ、到達してない、到達してない。そう、ミキエル・ダ・ユキ全然復活しないですね。そうなんそうなんですね。いや、ユキエルは持ってると思うんですけど、でもスキルがそんなに高くない。あ、1か2か、うん、1かな。あ、それはちょっと低すぎてあれですね。これは勝ったんじゃないか、これは。勝った、やばい。え、終わりましたか。いや、まだ終わってないです。あ、やばい、じゃあ今から見ちゃいます、ちょっといっぱい。ゆきえるはちなみに 1回で何枚ぐらい。あ、ちょっと待った、ミスった。あー、ちょっとちょっと待って。いやー、スキルが回らない。調整して、いい感じに、あ、あー、やっぱ来た、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 神調整しました。すごい。ちょっと気になる、気になる。動画楽しみ、ハムくん見たい。え、ちょっと、明日も出すね。そんな多くないけど。あい、すごい。いや、これはもう負け。いや、あっちゃんが、うん、いやあと一回スキル使いたい。あ、無理ー、あ、無理ー。あっちゃん、ゆきえる、ゆきえるは、ゆきえるは、ゆきえるは、だいたい9000枚平均ぐらいです。うまくいくと1万枚です。すごい、すごい、はい、そんなにいけるつもりです。強いです。使いこなせればめちゃくちゃ強いですね。なるほど。これはね、もう自分勝ちましたね、多分。やばい。いや、私たちも今ざっと2人で計算をずっとしてたんですけど、合計の、はい、もうこれは負けかな。なんかさっきだって言ってはった時も万超えてるって言ってはったから。はい、じゃあ自分からいきますか。はい、はい、自分は19526枚です。すごい、すごい。え、1回で19000。もう2万よ。すごい。これは来たでしょ。これはだってもうその時点でみちゃんたちが1万と9000をさ、うん、出してないと。ほんまやな。そうそう、はいはい、私は今回7899枚です。はい、はい、なの で、まあ、合計しても1万5、6000ぐらいかな。おー、しっかりは返せましたね。よし、すごい。ジェダイがすごい。ジェダイすごいし、フィルメイさんがすごい。2万枚行きたかったですけどね、ちょっとね、届かなかったですね。でもほぼ2万枚です。はい、神調整を、神調整。そうね、最後なんか残り1秒で、
スキルルールーツすればフィーバーインできるみたいな状況だったんですけど、なんかギリギリたまらないぐらいのやつで、それを最後ため切りでずっと長押ししながらマイツムをなんかこういかにこう消すか調整したらギリギリたまってすごすぎる。もうなんかもうすごいついていけへんちょっと動画楽しみにしてください。楽しみです。すごい、はい、ということで配信ありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、でリオミさんの方でも、コラボしてるんで、はい、ぜひ動画見てください。はい、お願いします。はい、それでは今回は動画終わりたいと思います。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。身に包まれ、くじけそうでも今日